はい、どうも皆さん、こんにちは。お久しぶりです。ヨーゴマーク2です。ですね、ちょっと今日三脚がちょっと今なくて、手持ち撮影っていうかあれなんで、ちょっと申し訳ないんですが、すいませんね。今日はちょっと、本日はですね、以前僕ツイッターであげたで、ツイッター見てくれた方はわかると思うんですが、ちょっともうこれしかないんですけど、キャスコっていうメーカーの、キャスコの N ゲージジオラマ用のメッシュフェンスっていうんですかね。これを実は購入したんですよ。はい。で、ヨドバシカメラで買って、要するにこういうフェンス、普通のフェンスですね。これ、319円ぐらいで買ったんですよ。はい。で、前から気になってたんですけど、自分のね、レイアウトにこれをつけようかどうか結構迷ってたんですが、319円だし、そんな高くないので、お試しでいいかなと思って1個買ってみたら、すごく良かったっていうことで、めちゃめちゃ嬉しいですね。はい、ちょっと今からね、それを紹介したいと思いますので、ちょっとじゃあご覧いただきたいと思います。それでは、まずどっから見せようかな。じゃあ、こちらです。じゃーん。 何箇所かちょっとフェンスつけたんですが、じゃあまず1箇所目がこのカーブですね。一見ごめんなさい、わからないと思うんですが、ちょっとね、視点を低くしますと、わかりますかね？見えますか？これです。ちょっとね、わかりにくかったりするんですけど、実はね、ついております。このぐらいまでね、下げないとね、本当にフェンスか何か全然わからないんですが、ツイッターの方で写真がありますので、ぜひ、ご覧ください。その方がはっきりわかると思います。で、1個目がこのカーブのところと、あとこの内側ですね、こちらの。そう、今まで悩んでたんですよ。ただ単にこういうね、何でしたっけ、これをね、つけるだけだと、ちょっと雰囲気がね、あんま出ないなと思ってて。そしたらよく考えたらね、フェンスをつければいいんだってことで、つけたら、かなりかっこよかったです。かっこいいっていうか、リアルっていうか、よくなりました。2箇所目がこちらですね。この一応ロータリーっていう設定にしている、このエリアなんですが、ここの、見てください。ここにフェンス置きました。こんな感じで、やっぱりね、フェンスあるとちょっとまたいい感じの雰囲気が出ますね。いい感じに。で、3箇所目、これが最後かな、とりあえず。それがこちらですね。そう、ここもね、いつもどうしようかなと思ってて、悩んでたところなんですが、これを置いたらかなり良くなりました。最初トミックスのこの柵じゃに、壁っていうんですか、なんていうんでしょう。これをね、つける予定でやったんですけど、よく考えたら、この固定するのはね、どうやって固定しようかって結構悩んでて、でもこれだとちょっと安っちい感が出てて、なんかあんまりね、これはいいやと思ってたんで、ちょうどフェースが売っててね、本当に良かったです。こんな感じ。こっちは分かりやすいかな。ほら。このフェンス、いいですね。こういうアングル。一応、こっちとこっちに設置しました。ということで、今のところ、3箇所、1、2、3ですね。3箇所、つけてみました。そのうちね、また購入して、踏切の周辺ですね、あそこら辺もつけようかななんて思ってるんですけど、予定ですけどね。こんな感じで、フェンスを、ジオラマ、僕のレイアウトにね、つけてみました。ちょっと最近走行動画とか本当上げられなくて申し訳ありません。4月ぐらいになったらちゃんとできるかな、多分、とは思います。ちょっと今すいません。学校のこととかでいろいろ忙しくて。ということで、今回は、フェンスですね。フェンスの紹介っていうんですかね。いいや。終わります。